デベロッパーの人たちはどういう風に考えて街づくりをしてるのか、最近のイケてるデベロップメントをしてる人たちは。どうしてるかっていうと、う例えば、有名な話で言うと、あの、ビーングっていう会社があって、はい、あの、芸能事務所っていうか、音楽事務所ですかね。はい。いうような話があるぐらいすごいんですけど、はい、僕はもっとすげえなと思ったのは、街、うん、づくりのプロデュースをやってることなんですよね。大阪の堀江とか、大貫山とか、はい、のすごいおしゃれな街をうまいこと作って、 利上げててるらしいででですよねそれ不不動産で実は不動産産実は部門ってめちゃくちゃゃくの会社うでどういうことをするかっていうと、要は、大会山の土地をまず買っとくんですよ。中古物件とかブワーって買っといて、そこに若手の、まあ、まだお金はないんだけど、将来有望なアーティストっぽい人を連れてくるわけ。デザイナーさんが多いですよね。ファ、うん、ッションデザイナーみたいなの,の、卵みたいなのを原宿から連れてきて、はいうん、で、大会山に住まわせるわけ。 で、うん、彼らのブランドが売れてくると、うん、そこにこうショップができてくるわけじゃん、おしゃれ。そうすると地下がかかってくるんですよ。あの街に住みたい。で<ー>、わーって上がるんですよ、地下が。大<ー>イ山がおしゃれな街であるっていうのはみんなの共通認識だと思うんだけど、うんうん、30年前そうじゃなかったからね。3、40年前ってそうじゃなかった。うん、それがデベロッパーだよね、本当の意味の。うん、最近だとさ、ほら、清澄白川とかもそうじゃん。うーん 清澄も、うん、あの、ブルーボトルコーヒー持ってきたら、すごい、なんかおしゃれな街っぽくなったじゃん。うんうん、そんな二足三門みたいな土地だったと思うんだけど、港区とかからすると全然安かったと思うんだけど、うん、今多分すごい上がってると思うんですけど、だからそういうような街づくりをするのは一つ面白いなっていうのは、とりあえず置いといて、うん、マイカーですか勝間和代さんみたいな人が、うん、あの人、マイカーを運転してん、うん、なんであんな、誰がやっても同じ作業を自分でやってんだろうなって、不思議に思う。危ないし。 だって人引いたら大変でしょだから、うん、俺絶対行動運転しないもん。うん、自転車にも乗らないもん。こう。車好きなんですけど、うん、長距離運転するのあんま好きじゃないんですよ。だって高速道路とか退屈じゃん。だって面白みゼロじゃん。んただ作業じゃん、うん、すごい嫌で。早く自動運転なんねえかなとか思ってるもん。地方とか行くと、高齢のドライバーさんが <laughs>、なんかヨボヨボしながら運転してて、うん、やばい、俺ここで死ぬかもと思って、もう絶対シートベルトしてるし、短い距離とかも絶対シートベルトしてるから、もう怖,、うん、怖くてしょうがない。 最近の車しかも、あの、性能上がってるから、事故っても死ねないんだって。うん、あとそのクラッシャブル構造とか、うんうん、そういうのがすごく、その運動エネルギーを取るようなことをすごくしてるから、うん、よっぽど正面衝突で100キロ同士でぶつかるとかじゃなければ、うん、死なないんだって。シートベルトしてないと脊髄損傷とかになって、半身不随になったりするんだって。嫌じゃん。 だから、だから絶対シートベルトした方がいいよって話。地方の中核都市じゃないところに住むっていうのはめっちゃ、それが、それ自体がリスクだよね。うん、山間部に住んでた段階の世代の人たちが山を降りてきてる。だから俺の実家のところって、なんか全然普通のただの田舎だったんだけど、うん、高速道路のインターチェンジが近い平野部だから、めちゃくちゃマンションとかアパート建ってると。うちの土地もなんか半分、 売っっっちゃたたみたいななんだけど、はあ、そこはアパートになってた売れるんだこの土地みたいな。でコンビニとかもうバンバンできてるし「何でこんな人口増えてんですか?」って聞いたら、うん、いや山から人が降りてきてるんですよ。そ<の>昔はそのどんな田舎に行っても商店とかあったじゃない、うん、でそういうのがなくなったんだよね。はいまあ、スーパーパとか もう、いとこ勝負にならなくなっちゃって、コンビニとかスーパーとかドラッグストアとか、か都市部というか、まあ人口密集地域。うんうん、だから、だんだんそう、なんか自然になんかね、みんなそうなってきてるみたいな。地方の田舎だったとこでも平野部は人口密度が上がってきてる。だからそういうところに行かないと、これからし生活できなくなりますよってことです。だって、どっちにしろ高齢者は車を運転できなくなるじゃん。うん、70代になったら免許返納しようぜっていうのももう動きとしてはそうなってきてるでしょ。うん、だからそういう人たちって、やっぱり、 もう近くにマンションとかで住むしかないよねっていう。あるいは高齢者施設に入る。コロナウイルスでなんか重症化して死にかけるっていうリスクよりも全然車で誰かを跳ねるの方が怖いと思うんですけどね。でも自分の問題だけじゃないじゃん。そう、だから人巻き込んじゃうから俺はすごく嫌だなと思って車は公道では運転しない。もう運転したかったらサーキットで運転すればいいんだから。